オリックスは30日、神宮球場で行われたヤクルトとの SMBC 日本シリーズ2022-7戦に5-4で勝利し、26年ぶり5度目となる日本一を達成した。前回日本一となった1996年にオリックスに在籍したイチロー氏、現マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターは球団を通じて祝福のコメントを寄せた。コメント全文は以下の通り。オリックスバファローズの皆様、日本一おめでとうございます。ファンの方々の思いと期待にリーグ2連覇と日本一という最高の結果でいられたこと、見事でした。26年前、頑張ろう神戸を合言葉にファンの方々と共に戦った熱い気持ちを僕の中にも呼び起こしてくれました。当時を共に戦った中嶋監督のもと、若い選手たちが新たな歴史を刻んでいってくれることを期待しています。シアトルマリナーズイチロー。